レーモンポアンカレは、フランス第三共和制の政治家、弁護士。通算5期にわたり、首相となり、1913年から1920年まで、大統領を務めた。ムーズ県、バルイコールルイコールデューク出身。リセルイコールルイコールグランを経て、パリ大学法学部で学ぶ。弁護士を経て、1887年から1903年まで、会員議員。この間、 一般教育、芸術大臣や蔵省など閣僚を歴任した。1903年には上院議員に選出されている。1909年アカデミーフランセーズ会員に選ばれる。1912年に初めて首相となる。首相としては、フランス国内における不服戦争後の財政的逼迫を一気に打開したい財界からのロビー活動と、 対独復讐政策を求める世論に押され、対独法位網の構築、中んずく、イギリス及びロシア帝国との軍事的提携に動いた。1913年共和国大統領に就任。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、フランス国内に新生連合と呼ばれる巨国一致体制を成立させ、フランスは連合国側の一つとして戦勝国となる。 1922年再度首相となり、増唱を兼務して、財政危機器の収集にあたり、フランの価格安定策として、独立償却金庫を創設した。一方で、地政学下未反映級的な封じ込め政策を行わんがため対独強硬派として、ドイツ賠償委員会委員長に就任。ドイツに対して、戦争責任の一切を忘れる、厳罰主義に徹した。 1924年4月9日のドーズアン採択時も最後まで反対するもラムゼー・マクドナルド、ペニート、ムッソリーニ、カルビン・クーリッチの圧力で方向転換。同年5月11日の二国会選挙において経済政策の失敗とルール地方占領が招いた国際的孤立で支持を失いポアンカレ所属の民主同盟は敗退。これを機にフランスは ドイツとの融和政策に転換し、ドーズ案に引き続くヤング案でドイツの戦後保障は実質的に完了するが、ひとたび過熱な戦後処理を行われたドイツ国民の感情はくすぶり。これがナチスタイトを引いては第二次世界大戦の縁員となった。1929年に政界を引退し、回顧録を執筆。1934年パリで死去。 1862年に生まれた弟ルシアン・ポアンカレは物理学者として知られる。また数学者、天文学者のジュール・アンリ・ポアンカレはいとこにあたる。ありがとうございます。